で、それとですね、ちょっとお待ちくださいね。何回か前の MM でもですね、ちょっと落とし物のご案内させてもらったことがあるんですが、今日もちょっと落とし物がございまして、赤い iPhone。あ、降りました。よかったです。なんか前回も一番前に座ってられた方、よかったですよ。本当にご案内になります。今日は本当に長い時間皆さんありがとうございます。一応しますと
バンドにはなるんですけれども、もうちょっと、楽しんでください。Thank you.
げてやってきましたが、ですね、ちょっと終わった話になるんですけれども、本来今月6月ですね、6月、9日かな、9日日曜日に輪島でヨットレース開催される予定だったんです。で、それの前菜に、ちょっとバンドで出てくれませんかっていうお話をちょっといただきまして、そちらの方に向けてこう準備をずっとしてきたわけですけれども、ちょっと天候不順でですね、何分海の上のレースなので、レース自体がなくなってしまったんですね。で、そしたらそのお話しくださった方がですね、本番なくていいから前菜だけやろうって言うんですけど本番もないのに前菜というわけにもちょっといかないでしょうということにもなりまして、で、一応こう、大きめのテントかなんか組んであったらしいんですけど、それもやっぱり風が強かったりで危ないこともあるので、ちょっと今回はじゃあなしねっていう話になって、今日なんか、どこかに見に来てくださっておられる気がする。どっかにいるのかなまだ聞かれてるんでくださいというわけで、駆け足でやってまいりましたが、ミサイルマンの最後の曲ですね今日は皆さん本当長い時間ずっとありがとうございます。最初から最後までおられる方がほとんどじゃないかなと思うんですけれども、今日はもう実に濃い内容のライブになったと思います。本当ありがとうございます。また時間にかかっておりますので、またちょっと Facebook とかいろいろ更新してるのをチェックして、また遊びに来てください。さあ、知ってるね俺。
帰りにもう災害来ないのでお帰りの皆さん気をつけてお帰りいただければと思います。行きますよ。